ただた彦は、日本の作曲家。大阪府大阪市南区生まれ。男性合唱曲を中心に合唱曲の作曲を手掛けており、その作品数は113個の組曲を含む、全719曲の合唱曲に上る。ことに男性合唱に関わるものからは、ただたの愛称で親しまれている。旧姓大阪高校在学中に合唱を始める。先輩には、 東京混成が師匠団警官指揮者の田中信明がいる。京都大学法学部を卒業。大学在学中、京都大学男性合唱団の指揮者として活躍。当時地遇を得た作曲家、清水治に作曲上の指導助言を受けた。本人は父や祖父が松竹の役員だったことから、本人は映画監督を志望していたが、諸般の事情により断念。 京都大学卒業後は富士銀行に入校。銀行では会社再建のエキスパートとして活躍した。1954年に北原白州の詩による男性合唱組曲柳川風俗詩を発表。当時としては数少ない男性合唱のレパートリーとして歓迎された。以降、銀行勤務の傍ら日曜作曲家として多数の作品を発表した。 1961年に男性合唱曲、雨の来る前が全日本合唱コンクールの課題曲に入選。1963年には混声合唱組曲、京都で芸術祭に参加、文部大臣奨励賞を受賞した。銀行を退職後も作曲や独自の理論による合唱指導などの活動を展開していた。2017年12月12日、成居。 去年87、個人の意思により葬儀は親族のみで行われた。個人及び親族は2018年2月頃に刊行される日本音楽著作権協会の開放にて死去の事実を公表する予定であったが、2017年12月末にインターネット上で情報が流出。そのため、親族からの手紙という形を取り、2018年1月8日に、 熊本県立劇場にて行われた名にはコラリアーズのただ武彦作品のみを演奏する演奏会にて事実が公表された。作品のほとんどはアカペラによる合唱曲、それも男性合唱曲が全作品の大部分を占める。その作風は叙情性が高く、決して派手ではない歌性を駆使してのテクストに寄り添うような表現が特徴とされる。 特に男性合唱の作品では、制約が厳しい男性合唱の聖域を踏まえた中で、より良いハーモニーと表現性の工夫が追求されている。死に寄り添うようにを作曲におけるモットーとする。ピアノ付き女性合唱作品については、組曲、白木花鳥図、観音音や三部作、京都の京女などがある。アカペラ男性合唱版。 白木課長図初演時の演奏会プログラムに作曲者が記したところでは、白木課長図を同性三部合唱ピアノ伴奏符で作曲、出版した後清水治から、君はアカペラだけ書くようにとの注意を受けたとのことで、実際それ以降はピアノ付きの合唱曲はほとんど発表していない。なお、組曲、白木課長図については、 後年の改作をもとにしたピアノ付き女性合唱版が2006年に出版された。聴衆の意表をつく技巧を用いた作品も少なくない。以下に例を示す。内話作詞者。作品の多くは音楽の友者、メロス楽譜から刊行されている。ありがとうございます。